はようございます。釣り子 TV です。今かつのね、新しい、これ、シャットミノークランクかな、なんだろうっていうね、こうね、激浅シャット。ね、名前にシャットってついてるから、まあ、シャットっていうことでいいんだと思うんですけども、これを買ってくることができましたので、開封していきたいと思います。パッケージはね、こんな感じ。カラーはね、3D リアリズムのヘイジーシャッドってね、これなんかすごいね、まあちょっと開けてみて、グッとね、見てみたいと思うんですけど、なかなかいい色味でしょ、ね、3D リアリズムカラー、ちょっとね、高いんだけど、通常のこのね、シールが貼ってないモデルより。でもね、こっち選んじゃうんだよな、まあちょっとこれね、買いたくなっちゃうなっていうね、絶妙な色味でございます、ヘイジーシャット。じゃあね、早速開けていきたいと思います。ちょうどね、あの IKS ピンジャークっていうのはもうね、すぐに買うことができて、で実際にね、結構もうあのダムとか霞水系とかね、いろんなとこで使って釣ってるんですけども、それと同時ぐらいに出ていたはずなんで、これもね、持っていきたかったんですが、なかなかちょっと買うことができず、まあまだまだね、ミノーの釣りとかね、聞くと、あ、なんだこれ、引っかかってる引っかかってる、あれ、はい、こんな感じです。激浅シャット、この色ね、綺麗ですね。あ、こう手に持ってみるとやっぱりね、なんかね、写真で見たイメージもそうだったんですけども、結構肉厚というか、この幅があって体高もあって、でこの基板リップがこんな感じね、で針はこれはフッ素コートとかしてあるっていうわけではないんですけども、小さくて、で結構ね、太軸、なんというか結構繊細なサイズのプラグなんですけども、それにしたらちょっと大物を想定してかね、小さい割にカチッとしたね、ちょっと太軸な感じの針が、搭載されてますよね。で、こう見えるかな、重心移動システムがこのここら辺に入っていて、全然動かないので、これはマグネット重心移動システムということでいいと思うんですけども、ここにね、貼り付いているね、玉が、で多分、あ、結構ね、こうカチッとね、後ろの後端まで移動しますね。今これね、振って外して後ろに行ったんですけど、結構こうもう後ろの行ける限界のところまで重りが行っていますね。で戻って、でカチッとくっつく、で多分ね、完全サイレントではないんですけども、こうこの重りがちょっとだけフン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 って動く、片言音が少し鳴るぐらいで、基本的にはマグネットでこう固定されているので、非常にまあ静かな感じですね。で特にラトルとかは入っていないようなので、このちょっとした片言音と、あー、でこれは飛びそうだな、ストーンとね、一番後ろまでガッとね行く、この今家の部屋の中でこう振ってるだけなんですけど、ね、こりゃ飛びそうだなんていう重心移動がこう入ってますよ。ここら辺がね、これはあの今カツのねプラグですけどね、これメガバスとコラボレーションとかね、今ねアイバイアイシャットとかいろいろしてますからね、そこら辺でこれに LBO2 とかがね搭載されたら、それはそれで面白いなぁなんて思うんですけど、ちょうど今ね横に、置いてあったんで、でこれね、アイバイアイシャットね、今井勝孝プロと伊藤由紀社長の合作というメガバスと今勝のね合作、こんな感じのね、似てますよね、ボディの感じとしては。でもそのこっちが、メガバスの技術の粋を、
集めて、それに今江プロのこうコンセプトとかね、カラーリングとか、あとはテストで、いろいろなことを試してっていうプラグでありまして、これメガバスメイドですが、こっちはね今勝メイドで、じゃあまあでもなんだろうな、今勝で作るってなるとこうなるよっていう感じで、この似てるんだけどなんかね、若干ね泳ぐレンジとかももちろん違うでしょうし、でこっちはね基板リップ、これによってより、キビキビとしたタイトロールなのか、タイトウォーブルなのか、多分ねシャットって書いてあるから、あーローリングが多めのアクションだとは思うんですけどね、そんな感じでね、これには小さいこう LBO2 っていうのが搭載されていて、こっちはね、もうこれも後ろの後端まで行く、結構、このサイズにしては質量というか、なんかズドーンと行くような重さの重りが仕込まれているっていうね、こういったことでございます。で裏にねいろいろ説明書きが書いてあるので、ちょっと見ていきたいと思いますが、激浅シャットっていうことで、まずね、サイズが、5.8cm でウェイトは 7g だよということで、で仕様としてはデッドスローフローティングっていうことで、こうゆっくりと、浮かんでいく仕様みたいですね。で今までにありそうでなかった隙間を埋める新コンセプトのシャットプラグ、開発コンセプトは霞ヶ浦スーパーロコのおかっぱりアングラー 100% 目線、先行深度はマックス 50cm、 今までそこにゴツゴツ当てなければいけなかった足元ドシャローの中層を完璧にパラレルスイミングで攻め通すことが可能になりました。激シャローにベイトを追い詰めたバスは土の中のえぐれや岩底の隙間に逃げ込まれないようベイトを水面へと追い詰めようとします。そのためバスは常に上の目線、擦れたフィールドではシャットがそこを過剰に叩きすぎるとそれだけでバスが警戒し諦めてしまうことが多発します。常にバスの目線の上を通し下からチェイスしてきたバスが自分の存在に気づかれてないと思わせるマックス 50cm ロングレンジ平行スイミング、それが激浅シャットの他のシャットにはない独創的発想です。アクションは北欧スタイルをインスパイアしたビビッドタイトロール、回遊性の高いトラウトすらも食い上げさせるライブアクションを実現しています。また、TGMG 重心移動の採用と独自のエアロフォルム効果で春の爆風でもストレスなくまっすぐにキャストできる遠投性能を身につけています。水晶タックルは7ポンドから12ポンドのクロロカーボンラインで、ベイトキャスティングロッドの 6.3 から 6.6 フィートの L パワーからミディアムライトパワーがおすすめだよということで、これね、もうスピニングで使うことは結構ね小型なんだけど想定してないですね。で12ポンドラインでもキビキビ動くよっていうことで、まあでもね霞水系でこの前もね釣り行ってきてやったんですけども、確かにねスピニングとかで距離を稼ぎたいっていう風にも思うんですけど、最近のベイトタックルってほんとこういった小型のプラグでもね、これ小型な割にちゃんと 7g ぐらい重さがあるっていうことで、もうバヒョンってね飛んでいくであろう。で実際にね春先のこういうので狙う魚が食った場合ね、でっかいんですよね。霞のバスってね久しぶりにねクランクとかで釣ったらやっぱね引きとかがなんかものすごいんですよ。なんか体高があるっていうのがこうフットボールみたいなね体型っていうかで、だいぶねハイシーズンになってきてとんでもないね暴力的な引きというか、あれスピニングでかけたら俺取れんのかななんていうのはね感じて、実際友達はねスピニングでかけたりしてて、自分も IK スピンジャークは確かスピニングで釣って、それはね小さい魚だったからなんとかなったんですけども、これ釣りたいっていうね40アップとかね45アップとかかかったら、確かにベイトのねちょっと力強いね巻きじゃないとね。でそれを想定してベイトタックルで使うことを想定してこうねちゃんと針も小さいながらちょっと丈夫めな針が、ね、搭載されているんではないかなね。この裏の時点の説明ではもうねベイトでね投げてねっていう風に書いてありますね。で先行深度が50センチっていうことで、だいたい水深測るとね 1.5
1.5 メーターとかね、2メーターとか、そういったところが多い霞水系なんかで、ね、そこを叩かないように、例えば、これだとね、ちょっと潜る深いレンジ行くリップのものだからね、こう、そこを叩いて、で、パンってこうね、飛ばしたりして、リアクションで食わせるってね、コリコリコリ、カンカンカン、コリコリ、ゴリン、ゴリン、ググっていうね、こういったね、釣りのプラグだとすると、でも、みんな、シャットを、ものすごい朝からね、夕方までずっとみんな投げていて、で、おかっぱりの超すれたフィールドとかで、なんかもう、この、動きに、すれちゃっているバスを効果的に食わせる、ね、そういったプラグっていうことなんですね。50センチっていうことで、だから、すごいね、水面の、例えばバジングクランクみたいなところではなくて、そこまではできらないんだけど、でも、なんかチャンスがあったらって、こう、ちょっと上を気にしながらね、ベイトの群れとか通ったら一気にファってこう、襲いかかってやろうっていうね、バスとかにジャスト、アピールするレンジを、そこを叩かないようにこう、なんか動いてくれるんで、でシャットっていうことなんで、多分こういうウォーボリングっていうよりは多分ね、多分で全部話してるんですけど、こうローリング主体のそんなに、びっくりさせないような動きになるんじゃないかななんてね、わざわざシャットって名前つけてくれてますからね、一見クランクベイトじゃないかっていうね、こういったボリューム感ですが、わざわざシャットってつけることで、まあ多分クランクほどブリ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 ってね、そういう感じで使うんじゃないよっていうのがね、名前に記されているんじゃないかななんて感じますが、まあね、何にしてもね、釣り場でちょっと使ってみてね、どんな感じかってね、早速試してみたいので、もうね、激アサシャット手に入れたんで、まあダムなんかでもね、亀山とかトズラッパラとかね、三島湖とかね、行った時はね、だいぶね、上を無防備に泳ぐ魚よく釣れるななんていうのは、ワームの釣りね、例えばI字系の釣りとかで、すごいね、でも水面だと出なくて、水面直下だと見に来て、ちょっと沈めるとバイトに至るっていうのはね、なんかよく感じるので、そこのレンジをね、効果的にプラグでね、攻めれるようになるっていうのは一つすごい武器になるんじゃないかなっていうことで、まあ手の方だけ一定にね動かせば、ワームとかだったら沈んじゃったり浮いちゃったりするけども、プラグのメリットでこう巻いてる分にはこう、まあスローフローティングはあるけども、ここ10センチぐらいのちょうど引きたいレンジをずっとオートマチックに引いてこれるんじゃないかなっていうことで、非常にね、楽しみな感じのルアーなんですね。なんでまあね、早速まずはそうだな、こういうのが効きそうなダムに行ってね、ちょっと投げ込んでみようかなってね、思います。まあね、ちょっとね、7グラムって書いてありますが、何グラムでしょうか、ちょっと、ね、測っておきたいと思います。今活の激朝シャット何グラムでしょうか。お、7.1 グラムということで、でこれでそうですね、スローフローティング設定ということなんで、まあこれまだ今これスプリットリングついてるんで、これにね、そのまんま、なんだろう、少し重めのね、スナップとかつけて、自分はこのスプリットリング外さないでそのまんまスナップつけて使うことが多いんですけども、そのスナップの重さの調整で、例えばジャストサスペンドもできるだろうし、でスローフローティングだとね、結構ね、リップラップとかでこう、あー切れちゃったっていう時とかね、浮いてくるんですよね。ほんとね、岩のちょっとした隙間にこうスタックしているだけ、まあでもおかっぱりだからこっちから引っ張ったら、まあどうにも切るしかなかったなんていう時も、スローフローティング設定していれば、待ってると結構ね、こう浮いてきて、あ流れてる流れてるなんて言ってね、回収、できたりしますんでね、そういうまあなんだろう、おかっぱりリップラップで使う時はスローフローティングで使って、でダムでもうジャスト止めときたいんだなって時は、ちょっとね、これに重めのスナップ、しょわせて、サスペンド気味に使ってみようかななんていう風に、まあ頭の中で妄想は広がっておりますが、実際にね、どんどん釣り場でも投げてみたいと思います。というわけで、本日の釣り子 TV は、今活のね、2019年の新しいプラグ激朝シャット、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい。
釣り子 TV でした。